お疲れ様です。お疲れ様です。いやですね。はい。私ですね。はい。今月ですか、はい、実は愛知県でイベントすることになりましてですね、お初の愛知県のイベントでございます。おお、すごい、ね、名古屋で。いや名古屋じゃないですよ。名古屋かと思いきや愛知って言ったら名古屋。あのね、長久手市っていう、あの長久手市ですよ。あの全国に名だたる長久手で、うん、あの今回イベントやることだったんですけど、うん、ね、名古屋からね調べたら1時間弱かかるらしいちょっとやや遠いんですけど、長久手市、いやなんかね調べたらね、はい、本当に楽園のようなところですよね。あ、この世のこの世の楽園のような、もう素晴らしい場所なので、僕もやっぱね生まれてね長久手市でイベントやりたいなんてずっと思ってたんでいや今まで聞いたことないのいやでもあれですね、なんか今回は斉藤楽器さんのイベントで、はい、ちょっとまた同伴というか同伴同伴もう金魚の糞のように毎回斉藤楽器さんのイベントについていくような斉藤さんに金魚の糞、はい、金魚の感じでもう言ってるんですけども、はい、まあその愛曲楽器さん、あのアピタ長久手店さんで、はい、なんか斉藤楽器のイベントということで、僕がデモンストレーションというか楽器の良さとかちょっとね何分間かぐらい僕のね奏法解説とかをね、まあ、やりましてですね、あのイベントやりたいなと思ってるんですけども、時間がね13時半オープンの、はい、14時スタートです。いい時間ですね。いい時間やらさせてもらって、1時間ぐらいの内容でですね、ちょっとね若干もう予約は開始しまして、何名かぐらいは埋まってるらしくて、はい、1人2人ぐらい埋まってるらしくていやもうちょっと来てるんで、いやなんかね、はい、もしよかったら、ええ、もうちょっとガラガラのとこで、ね、やるの僕も切ないので、はい、もしよかったらですね、入場は無料です。おお、じゃあもう大家族の人で、はいはい、もう一家15人とかいう人がいればガッサー来てもらってね、それ嬉しいんかよくわかんないですよねシャアなしに来たみたいな、いやいや、ま、真夏のこう涼を涼しみにね、涼しんで楽しんでもらってみたいな、4月23日なので、はい、夏休みって入ってるんですかね。入ってると思います。やや入ってる時期、やっぱ夏休みの一大イベントにね、ええ、僕のイベントに来ていただいて、うわ楽しんで帰ってもらって、はあ、ね、ええ、僕でもね、あのね、愛知には僕ちょっと思い出がありまして、はあはあ、小学校の修学旅行なんかに、ええ、愛知に僕行ってるんですよ。ああ、修学旅行。やっぱ世界、あの、日本、はい、有数のあのテーマパークと呼ばれる、はい、モンキーパークですか、はあ、モンキーセンターとか初めて聞きました。初めて聞きました、はい、あのねすごい、なんかモンキーセンターはなんかすごい猿がいっぱいおるんですよね、はあ、モンキーパークはなんか遊園地みたいなとこ で、はい、で僕はもうちょっと愛知県といえば名古屋っていうよりも、はい、もう犬山市っていうのがすごくあったんで、はあ、なんか今回ね、まあ、長くとは全然違いますけど、そこのなんかね、うん、思い出がある地に戻ってこれて、僕本当に嬉しいなと思ってるんで、愛知の皆さんもぜひね、あの僕のイベントに、全然話脱線しましたけど、ぜひね、あの時のね、僕が思い出を作ったかの感じでね、今回の長久手のイベントでね、思い出作っていただければいいんじゃないかなとね。もう、犬山の話が無理やりすぎて、ちょっと。思いっきり脱線しましたよね。絶対俺言ったなと思ってて。しかも、犬山言うてんのに猿ですからね。もうそこは、あんま触れたかった。あ、ダメなんですか。いや、まあね、なんかちょっと、頑張ってる、楽しいイベントしますので、はい、よかったら、あの、4月23日、はい、日曜日ですか、はい、愛郷楽器さんにね、来ていただければ、いいじゃないかなと。はい、思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。